高3です。春からバイト始めようと思ってるんですが、何かおすすめがあれば教えてください。コンビニは本当にそのみんながやってるのとアホな客がいっぱいいるので面白いので、体験してみてください。アホと絡む機会なくなっちゃうんですよね。なのでアホと絡む経験はしといた方が社会とのズレが少なくなると思うんですよね。その菅首相が会食をよくしてて、でなんか会食を最近しなくなってずれてるみたいな話があって、ニコニコ動画出た時にガースですって言うみたいな、鬼滅の刃のネタを使ってなんか全集中の呼吸でみたいな国会で言っちゃうみたいな、完全に滑ったじゃないですか。でそのなぜ滑るかっていうと、世間の空気が読めてないからなんですよ。でその世間の空気がなぜ読めないかっていうと、知り合いと会食をすることでその世間のリアクションっていうのを知るっていうのをやってたんですけど、所詮知り合いとの会食なんですよ。ただその GoTo トラベルやった理由っていうのが、じゃあその二階さんっていう人がそのお金も、まあ、欠勤もらってるから GoTo トラベルやれよって菅さんが言って分かりましたってやるみたいな。で GoTo イートをやった理由っていうのが、そのグルナビの会長さんから400万とかだっけ、なんか献金もらってて、でグルナビにお金が行くようにその GoTo イートっていうのを始めましたと。 GoTo イートって飲食店に対するその補助金のように見えるんですけど、飲食店っていうだけだと補助金もらえないんですよね。特定のサイト経由で予約した場合だけ補助金がもらえるっていう仕組みなんですよ。グルナビとかだったりっていうその特定のサイトを経由した時だけもらえるので、普通にじゃあ二郎に行ってなんかラーメン食った時に、じゃあ二郎ラーメンというか別にして、その二郎にじゃあ GoTo イートの補助金出るかっていうと出ないんですよっていうのがあって、なのでその知り合いといろいろ話して、その知り合いが幸せになる形っていうのを実現するっていうのをその菅さんはやってたんですけど、でまあ会食もなくなって、その世間、要は自分を支援してくれる人がどういう要望があるかっていうのも分からなくなったっていう状態で、まあ今迷走してるんじゃないかなと思うんですけども、はい。